カール・アレクサンダーと妻の、ゾフィ・ー・カール・アレクサンダー・アウグスト・ヨハン・フォン・ザクセン、バイマル・アイゼンナ派は、ザクセン・バイマル・アイゼナ派対抗。ザクセン・バイマル・アイゼナ派対抗カール・フリードリヒト、その妻で、ロシア皇帝パーベル一世の娘であるマリア・パブロブナ、との間の次男として、バイマルで生まれた。兄、パウル・アレクサンダーは、カール・アレクサンダーが生まれる12年前に死んでいたため、 生まれた時から対抗家の四次であった。母マリアは、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの友人であった、フレデリック・ソレを、息子の家庭教師に選んだ。対抗生死だった頃、文学者のファニー・レバルトや、ハンス・クリスチャン・アンデルセンと親しい友人関係を、気づいたが、ドイツ連邦とデンマークの間で1849年に、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公国の帰属をめぐる。 第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争が起きると、アンデルセンとの友情は決裂した。1853年7月8日に、父が死ぬと大抗位を継承することになったが、ゲーテの誕生日である1853年8月23日になるまで即位するのを待っている。バルトブルク城を修復し、アイゼナハの様々な場所に自分の名前を残した。大公は、 リヒャルト・ワーグナーや、フランツ・リストの講演者であり、バイマル古典主義の時代の伝統を保持し、古いバイマルの街を真相し、ヨハン・ゴット・フリート・ヘルダーやゲーテ、フリードリヒ・ホンシラーといった、バイマルゆかりの偉人たちのモニュメントを築いて、理科に努めた。1860年、アルノルト・ベックリン、フランツ・フォンレン・バッフ派、ラインホルト・ベーガスの協力を得て、 バイマル美術学校を創立している。大校としてカール・アレクサンダーはイエーナ大学の総長を務めていたが、彼は大学の数ある収集品の中でも、特にイエーナ大学東洋貨幣コレクションの収集事業を熱心に支援した。1900年11月にはバイマルにゲーテ連盟が成立した。カール・アレクサンダーの知性は再び文芸復興の機運が見られたことから、 バイマルの銀の時代と呼ばれている。不仏戦争にも UFO プロイセントのよしみで参加している。スペインの金曜毛騎士団のせに45番目の騎士であり、また、ポルトガルの党及び県勲章の最高勲章も受賞している。1901年にバイマルで亡くなった。一人息子のカール・アウグストはすでに亡くなっていたため、 孫息子のビルヘルム・エルンストが対抗位を継承した。1842年10月8日、カール・アレクサンダーは、オランダ王・ウィレム・2世の娘・ゾフィーと結婚した。カール・アレクサンダーの母マリア・パブロブナとゾフィーの母、アンナ・パブロブナは姉妹であり、従って夫妻はいとこ同士だった。カール・アレクサンダーとゾフィーは4人の子供を設けた。少年時代のカール・アレクサンダー。 1825年、ありがとうございます。